ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、日本で一番誹謗中傷をされた人物について、覚えてるか？覚えてるわよ。唐沢弁護士だよね。だいぶ前だけど唐沢さんについての動画も作ったからね。でも、唐沢さんが炎上するきっかけとなったある高校生や、どうして特定されるにまで至ったか、詳しくは動画で触れてなかったよな。確か、ネットで炎上した高校生を弁護して、唐沢さんが炎上した、みたいなのはなんとなく言ってた気がするけど、その高校生についてとかは触れられてなかった気がするわ。それじゃ今日は、唐沢隆弘弁護士と高校生が炎上した事件、さてから騒動について年表を追いながら解説していくぜ。この動画では、長谷から騒動の元凶、長谷川亮太が2チャンネルに書き込みを始めた、2009年から年表を辿っていくことにするぜ。まず、この2009年から2012年、長谷川亮太特定までの軌跡を解説していくぜ。すべての始まりは2009年の10月、長谷川亮太は、矢上太一という固定ハンドルネーム、コテハンをつけ2チャンネルで活動を始めたんだ。2チャンネルなどの掲示板で、コテハンをつけて書き込む人は、目立ちたがり屋や、自己顕示欲の高い人という見られ方をしてて、煽られたり嫌われたりしてたのよね。そうだな、コテハンをつけることが悪いというより、コテハンをつける人の多くは頭が悪く、目立ちたがりな痛い人だったという方が、もしかしたら正しいかもしれないな。そして矢上太一は、コテハンの例に漏れず、差別発言、虚言、自分語りを繰り返ししており、2チャンネル内では名前が出るだけで叩かれたほどの嫌われようだったんだ。2011年、東日本大震災が起きた時の矢上太一の書き込みは、墓すら立たないんを、都震災で亡くなったり行方不明になった方を馬鹿にする発言をしたり、地震を使った下ネタを書いたり、嫌われてもしょうがないとんでも発言を繰り返してたんだ。掲示板内には震災の被害に遭った人もいると思うし、こんな不謹慎なこと言うなんて信じられないわ。また、矢上は高一の冬に彼女とラブホで童貞を捨てたと語ってたんだが、別の場所では高二の夏休みに童貞を捨てたとも話してるんだ。高一の頃、彼女とラブホまで行ったのに童貞を捨ててないとは考えにくいから、高一の冬のラブホの話は嘘だと考えられるぜ。話に矛盾が生じてたのね。さすが自己顕示欲の塊って感じの話だわ。さらに、高校2年生の頃に未成年飲酒をしていた、と犯罪自慢していたこともあるんだ。こういった人を不快にさせるような言動を繰り返してたことにより、どんどんヘイトが溜まってたんだぜ。そして歴史が動いた2012年3月7日、矢上太一は、掲示板の他のスレミンに煽られて、大学の合格通知書をあげてしまったんだ。長谷川亮太にとって地獄の始まりになってしまったのよね。そうだ、この日、この通知書をあげたことにより矢上太一の特定が始まってしまったんだ。この合格通知書をもとに、2009年度合格通知書まとめウィキなどを用いて、特定犯罪通知書を照合して特定を試みたんだ。そしてとうとう、矢上の大学は国士舘大学だと特定されてしまうんだ。ああ、とうとう個人情報特定されちゃったのね。矢上は、このままではまずいと思ったのか、国士舘大学を滑り止めと言って、ごまかそうとしていたんだが、この焦り具合から、矢上は国士舘大学に入学予定で間違いないとなったんだ。確かに必死な感じがこっちにも伝わってくるわね。さらに、矢上自身が挙げた卒業証書から高校が特定され、ここから怒涛の勢いで特定が始まり、矢上の過去の自分語りや、何時後などを頼りに、ミクシー、ツイッター、ブログなどを特定することに成功したんだ。ミクシーは昔若者に流行ってた SNS よね。そしてミクシーを本名で登録してたことにより、矢上が長谷川亮太であることが特定されてしまったんだ。千葉経済大附属高校小学科3年1組の長谷川亮太くん。これによりとうとう諦めたのか、長谷川は開き直ったようなスレを立てたんだぜ。正直ここまで来たら開き直るしかない気もするわ。そして、長谷川の SNS から彼の同級生や関係者を特定されたり、バイト先、出身小学校、住所、通ってる自動車学校までも特定されてしまったんだ。もうこの時点で終わりだね。さすがに自分以外に被害が行くのはまずいと思ったのか、彼は SNS を削除して、お気持ち表明をしたんだ。確かに長谷川以外の、この件では無関係の人にも迷惑をかけるのは間違ってると思うわ。そして、2チャンネルは長谷川の件で大盛り上がりになるんだが、長谷川の消息はしばらく絶たれたんだ。その後嵐に荒らされた国士舘大学新入生スレで、長谷川と思われる人物が現れたんだ。この出来事は3月23日、長谷川亮太特定から2週間ちょっと経った時期だな。そしてこの出来事から5日後、とうとう2人目のこの件の主人公、弁護士唐沢隆弘がスレに降臨するんだ。とうとう来たわね。
IP の開示請求と、該当スレの削除要請が行われたんだ。やだってレスが返ってきてるの、ちょっとツボだわ。これにより、いくつものスレが開示されていったんだ。さすがのスレ民も弁護士が出てきたことに驚き、震えることになったんだぜ。唐沢さんって、小馬鹿にされてるような印象があったけど、当時はそうでもなかったのかしら？この3月28日の出来事の時点では、逆恨みで唐沢さんを攻撃する人などいなく、むしろこんなくだらない案件を引き受けないといけないなんて、と哀れまれてたんだ。だけど、時間が経つにつれて、唐沢弁護士は無能なんじゃないかという説が、掲示板内に流れたんだ。熱気が剥がれてきちゃったのね。まず、長谷川亮太は、大学は特定されたものの、入学後の詳細が全くわからなかったこともあり、掲示板内で、学科や学部を変えたのか、そもそもまだ国士舘大学に通学しているのか、全くわからない状態だったんだ。ここまで特定されちゃったら、退学する可能性も考えられるもんね。でも、その詳細はある男によって明らかになるんだ。もちろん、ある男とは唐沢隆博のことだぜ。なんと唐沢は、判例データベースに長谷川の学部学科を載せてしまったんだ。こんな特定のされ方はちょっとかわいそうね。さすがにこれにはスレ民も、いくらなんでもかわいそう、お金返してやれよなど、長谷川を憐れむ意見が出たんだ。結果的にこの件から、長谷川の大学内での捜索が盛り上がってしまったんだ。この他にも、あまりにも文章に誤字が多かったり、ネットに強い弁護士と歌っていたのに、スレの立て方がわからない、など、様々な理由で、唐沢弁護士は長谷川と一緒に茶化されるようになってしまったんだ。さらに、IP が開示されただけでは訴えられないと知ったスレ民たちは、どこまでの悪口を言ったら開示請求をされるのかというチキンレースが流行ったんだ。もうこの頃から完全にニチャンネラーは唐沢弁護士のことを下に見てバカにしてるわよね。そして、これから何年も、唐沢弁護士への誹謗中傷がされ続けることになったんだ。この他にも、遊戯王カードジェネレーター事件や、新生6文字スレなど、たくさんの事件があったんだが、とりあえず今回はここで終わらせておくぜ。長谷川の特定後の目撃情報とか、長谷からのカルト宗教化など、まだまだこの事件で触れれるところはいっぱいあるから、後編は次回投稿することにするわ。ということで、前編の長谷川特定と唐沢弁護士降臨までの解説だったぜ。長谷川の自分語りとか見ると、この件は誰が悪いのかわからなくなってくるわ。確かにそうだが、差別発言や個人への誹謗中傷は良くないから、お前らは絶対にやらないようにしような。それじゃ今日の動画はここまでだぜ。ぜひチャンネル登録お願いします。それじゃ、バイバイ。